皆さんこんにちは。今日の動画はみんな僕のお母さんでもできるようなバーレッスンをやっていきます。で、今回使う音楽はこの前の動画でも使ったんですけど、 K バレーさんの YouTube からそのバーレッスンの音楽を使わせていただきたいと思います。ではじゃあ早速始めていきます。バーレッスンはバレエダンサーにとってバレエの基礎的テクニックの向上や怪我の予防、そしてウォーミングアップにもなるとても大切なトレーニングです。その後のセンターレッスンの準備にもなります。皆さんがやっても体のシェイプアップ目的にもなるし、たくさん汗をかけるいい運動になります。この動画ではバレエの専門用語が出てきますが、見ながらでも踊れるようにしたので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。まずはプレイからスタートします。皆さん準備してください。プレイでは体が下がる時も上体を引き上げることと、全身を大きく使うこと、内ももの力で膝を曲げ伸ばしすることを意識してください。まずはプリエを2回、そしてグランプリエをします。プリエはかかとが浮かない範囲でできる限り深く行いましょう。はい、グランプリエ。上体を前に倒してもものストレッチをします。はい、両手をついてリラックスしましょう。今伸びている筋肉はアンディオールをするためにもストレッチしていきましょう。はい、起き上がって、次は2番ポジションです。同様にプリエを2回、そしてグランプリエを1回します。そしたら今度は左に上半身を傾けて、右側の上半身をストレッチしていきます。この時に青王の手が頭にかぶさらないようにしましょう。はい、今度は4番ポジションです。同様にプリエを2回、グランプリエを1回します。頭を少し傾けて手のひらを見て、今度は指先の遠くを見て長く手を使っていきましょう。今度はアンオーにして後ろに上半身を倒していきます。体を伸び伸びと動かしていきましょう。はい、今度は5番にします。5番も同じくプリエ2回、グランプリエを1回します。アロンジェの手は遠くに長く使ってください。5番は2カウントずつ上半身を前に、横に、後ろに回してストレッチをしてください。アロンジェを遠くにして手を伸び伸びと通過してススにしましょう。できる方はここで音楽が終わるまでバランスをとりましょう。体を縮込めないで、ストローで吸い上げられているようにイメージをしてバランスをとってください。はい、そしたらゆっくり降りて1番ポジションにまた戻してください。最後もきちんと止まりましょう。はい、プリエ左行きます。10秒後にスタートします。プリエ2回、グランプリエ1回、上半身を前に倒してストレッチをします。プリエを深くふくらはぎのストレッチを感じるまでできる限りやってください。戻る時もかかとが先につくようにしてください。はい、両手をついて頭も揺らしてリラックスしましょう。はい、起き上がって2番ポジションも同様にプリエを2回、グランプリエ1回。今度は右に上半身を傾けて、左側の上半身をストレッチします。顔もちゃんと手のひらを意識しながら右に上半身を傾けていきましょう。アンオーから戻す時も目線は手のひらを意識しながら戻しましょう。4番ポジションでは上半身を後ろに倒します。この動きをするときに顔を腕の方向に横に向けてください。5
盤もクリエ2回、グランプリ1回、上半身を前、横、後ろに回した後にススでバランスを取ります。グランプリから戻る時もちゃんとかかとをつけて5番を確認してください。ススにするときちゃんと内ももを締め合いながらルルベをします。膝もちゃんとまっすぐに伸びているか確認してください。暗黄の手の指先から花が開くように開いて戻していきます。そしたらゆっくり降りて一番ポジションに戻しましょう。次に一番ポジションの単純です。単純で意識することは床をきちんと掴んで立つことと、メリハリをつけて足先を使うこと、足を美しく綺麗に伸ばしきることを意識してください。ですが無理のない範囲でお願いします。前に1回単純をしてプレーをしながら戻していき、もう1回前に単純をします。これを横と後ろも行い、ルルベをします。誕生する時も足が長く長くなっていくことをイメージしながら動かしていきましょう。アロンジェをしてアンオーでルルベをします。バランスが取れているかちょこっとだけ確認してみてください。後ろからも同じことをします。横、深いプリエをして足を押し出して長く誕生します。最後はちょこっと長めにバランスをとってみましょう。同様にストローで吸い上げられているようにイメージをしながらやってみてください。指先から花が開くように手を開いて戻していきましょう。ルルベからかかとを落としてゆっくり降りましょう。10秒後に左側をスタートします。深いプリエから足裏で床を押しながら粘り強い単純をしましょう。体を引き上げながら降ります。地味な動きですが足を最後までしっかりと伸ばしましょう。プレーをして終わります。今度は5番ポジションからの単純です。前に単純2回、横に1回、後ろも後ろ2回、横1回、横の単純を4回やります。そしたらパッセにしましょう。同様に後ろから後ろ2回、横1回、前に2回、横1回、1、2、3、4回目プリエしてルルベしましょう。ちょっとここでバランスをします。パッセも自分のできる限り高いところをキープしましょう。パッセを戻す時も1センチでもいいのでなるべく高くしてから戻しましょう。左行きます。前に誕生する時はなるべく小指から戻るようにイメージをしましょう。後ろは逆にかかとから戻ることをイメージしながらアンデュオールをキープして行いましょう。
アンデュオールをしていても自分の骨盤がずれていないことを確認してください。つま先も鎌足になっていないことを確認してください。パッセの時、軸足は床に突き刺して、上半身は上に吸い上げられるようにイメージをしてバランスをとりましょう。次は10手です。10手では上半身は柔らかく、足は素早く切り離して動かすのと、足指でしっかり床を蹴ること、アクセントを感じながら行うことを意識してください。今度はさっきと全く同じエクササイズを10手で行っていきます。10手は出す足をシャープに素早く動かしましょう。プレーから今度はパスの手をアンオンにしましょう。バーの手を離せれたら離してみてください。ゆっくり降りていきましょう。左も行きます。頑張りましょう。動きが速くても毎回5番をしっかりと通過していきましょう。かかとから戻す戻す、小指から戻す戻す、アンオーの手も縮こまらないで長くしましょう。していきましょう。次はロンデジャンプアテールです。ロンデジャンプアテールでは股関節を緩めて足を大きく動かすことと、軸足をしっかり伸ばすこと、そして体をしっかり支えることを意識してください。ロンデジャンプのエクササイズは少し短いです。まずは前から3回回します。1、2、3回目アロンジして後ろに上体倒します。後ろから同じ1、2、3回目後ろ単重で前から45度回していきます。横後ろ後ろ、できる方はもう少し高く上げた後に前にプリエをしながらパッセに持っていきます。丁寧に下ろしましょう。はい、左行きます。足を回している時も骨盤がぶれないように意識しましょう。軸足もしっかり伸ばして体を引き上げましょう。足を上げて回す時もつま先を遠くに通過しましょう。パッセを下ろす時も高くして戻します。次はフォンデュです。フォンデュでは粘るようにプレーをすること、動きを止めず滑らかに粘り強く動かすことを意識してください。フォンデュは前1回プレーをしながら単純に下ろして戻します。これを横と後ろも同様に行い、すすをします。体を引き上げながらすすをしましょう。後ろからも同じことをします。
できる方は単純から5番に戻すときにルルベをしましょう。ルルベ。足をまっすぐに一本に揃えましょう。体を引き上げながらゆっくりと降ります。左も行きます。フォンデュは粘り強い動きにしましょう。深いプレーからぐーっと足を長く動かしてください。それと手と足の動きのコーディネーションがバラバラにならないように意識してください。後ろ足もちゃんとクロスしましょう。次はフラッペです。フラッペでは蹴る前のポジションを正確にすること、伸ばしたところからさらに伸ばす意識を持つこと、そして軸足はいつでもルルベにできる状態を保つことを意識してください。フラッペはタンジュとジュテのエクササイズと似ています。まずは前2回、そしたら横1回、後ろも2回、横1回、横3回します。1、2、3回プリエ、パッセして前に下ろしてタンジュします。後ろからも同じです。フラッペもジュテと同様、出す足を速くナイフのように動かしてください。左も行きます。出す足を素早く動かしてアクセントをつけましょう。次はアダージオです。アダージオは全身の筋肉を使って膝や足先を大きく伸びやかに動かし、足のラインを美しく見せましょう。アダージオは前を1回、手はアンオンにします。そして単純に下ろしましょう。高いパッセを通過して横に足を上げたら、後ろに足を回していきます。アロンジェをして、今度は足を前に持っていき、プリエをして、横に足を持っていき、高いパッセをしてキープします。そしたらゆっくり下ろしましょう。後ろから同じことをします。アダージオでも体を縮こめず、伸び伸びと動かしていきましょう。はい、左行きます。頑張りましょう。
しっかりと手の動きと足の動きを連動させて動かしましょう。膝をもっと上げてから下ろします。最後のエクササイズはグランバットマンです。グランバットマンでは足を出すときに投げるように勢いよく上げることと、戻すときは足の重さを感じさせないように軽やかに戻すことを意識しましょう。グランバットマンは前と横と後ろを2回ずつ行い、最後にプリエをします。横は初め足を変えないで2回目に変えます。周りに物が当たらないのか気をつけましょう。プリエをします。後ろからも同じことです。足変えないで変えます。はい、左行きます。最後です。頑張りましょう。出す足は勢いよく動かしましょう。勢いよく上げて5番。はい、これで全てのバーレッスンのエクササイズが終了です。体が温まっていれば少しストレッチもしましょう。これは裏ももが伸びますよね。フレックスにもしてみてください。はい、今度は逆の足をストレッチしましょう。体を横に傾けてもストレッチをすごく感じます。今体が温まっていれば、これからの時間を自分の足りないところのストレッチに使ってください。はい、バーレッスンこれで終了です。とてもシンプルな振り付けにしたので、皆さんも一緒にこの動画を見ながらやれたでしょうか。では、じゃあまた、さよなら。バイバイ。